意外と知らない雑学。食器用洗剤は洗車に使える。メリット、デメリット、注意点とは。最近、食器用洗剤を使用して洗車する人が増えているといいます。簡単に入手でき、専用の車用洗剤を買わずに済むという点が好まれているようです。さらに食器用洗剤とカーシャンプーはどちらも中性洗剤であることがほとんど。しかし、細かい点を見るとその性質は若干異なりますので、食器用洗剤で洗車する際にはいくつか注意点もあります。今回の動画では、食器用洗剤で洗車する際のメリットやデメリット、注意点をご紹介します。食器用洗剤で洗車するメリット、デメリットとは。食器用洗剤を使うメリット。まず大きなメリットとして、わざわざ洗車用に買わずとも大抵の家庭にすでに置いてあるという点でしょう。買うとしてもスーパーやコンビニですぐに手に入りますし、価格もお手頃です。また最近の食器用洗剤は油汚れに大きな効果を発揮するため、ガラスの油膜をきれいに落とすことができます。食器用洗剤を使うデメリット、デメリットとしては、食器用洗剤の成分である界面活性剤の濃度が濃いという点。継続的に使用していると、樹脂製のパーツや車体の塗装が剥げたり変色してしまう可能性があります。なので食器用洗剤で継続的に洗車することは避けた方が無難と言えるでしょう。しかし年に1回や2回食器用洗剤で洗車をしても、車に大きなダメージを与えてしまうことはありません。適切な頻度で使用すれば、食器用洗剤も洗車に十分な力を発揮します。食器用洗剤で洗車する際の注意点。洗車に使用しても良い食器用洗剤は中性洗剤のみです。必ず食器用洗剤は中性を選ぶようにしてください。ほとんどの食器用洗剤は中性ですが、中には弱酸性や弱アルカリ性のものも存在します。もし洗車に使用する際は、洗剤が軟性なのかを確認してから使用してくださいね。また、食器用洗剤には柑橘系の植物成分を含んだものが多く販売されています。柑橘系の酸はアルミパーツに使用するとアルミ部分が溶け出し、シミの原因になりかねません。柑橘系の食器用洗剤の使用は避けるようにしてください。食器用洗剤は薄めて使用し、しっかり洗い流す。食器用洗剤の原液は濃すぎるため、適度に希釈して使用することをお勧めします。また、洗い流す際にはたっぷりの水を使ってしっかり流しましょう。洗剤が残ってしまうとシミやサビなどの原因になります。そして食器用洗剤はその性質上、かなりの油分が除去されますので塗装面のワックスもほとんど落ちてしまいます。洗った後にはワックスなどを使用し、塗装面を保護しましょう。まとめ、普通にさっと洗うだけなら、食器用洗剤で洗車をしても基本的には問題ありません。ただし鉄粉除去、ウォータースポット、頑固な水垢汚れの除去に関しては、専用洗剤の方が効果は高いでしょう。年に数回、台所用洗剤を洗車に使う程度なら問題はありません。ただし原液のままでは濃すぎるため、くれぐれも薄めて使用するようにしてくださいね。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。